はい、皆さんこんばんは、そしてこんにちはかな、ホスピタル6人の医師、実況動画やらせてもらっている誠と言います。今回はね、23回目、まだ23回しかやってないんだね。23回、もっとやったかと思った。はい、これはね、どんなゲームかっていうと、お医者さんたちがね、いろんな病気や怪我、そういったのでね、運ばれてくる患者さんを救っていくゲームです。まあゲームって言ってもね、ストーリーがすごく本当にしっかり作られているので、普段ゲームやらない人にもちょっとね、見てもらうと感動できる話もあるかもしれない。でね、絵がね、すごく綺麗なんですよ。僕ね、このキャラクターの表情とかもそうだけど、音楽もいいしね、この蝶々とか花とかね、すっごく綺麗に描かれてます。なんで僕結構好きなゲームかもしれない。はい、じゃあね、そろそろ始めようと思います。ね、綺麗だよね、蝶々。さて、CT の必要性は証明されたな。一丁ジジイを懲らしめてくるか。はい、前回の続きですね。前回どうしてもね、入院したくない、治療を受けたくないっていうね、政治家だったかな、なんかね、そういったちょっと癖のあるおじいさんが、診察を受けに来ました。でね、やっぱ診察受ける最中にもしょっちゅう文句ばっか言ってて、ちょっとね、今僕が操作しているゲイブって呼ばれている、まあ本名ガブリエルカニンバルだ、カニンガムか、ちょっとその辺発表じゃない、ごめんなさい。そのね、お医者さんが結構ね、患者さんにズケズケと物言うタイプ で、今ね、ちょっと CT の検査を受けさせるために、説得するための材料を探すところまでやりました。で、今からね、 CT 検査を受けるために説得しに患者さんのところへ向かうところです。じゃあ行きますね。ノーです、ドクター。患者には適切な対応が必要です。はい、今ノーですって言ったこの子はね、コンピューターです。ここの病院の局長さんがね、このお医者さんのために作った助手みたいなロボットです。わかってるさ、ロニー、適切にたっぷり対応してやるぜ。じゃあね、ちょっと行きましょう。おいジジイ、CT 検査の必要性を証明してやるぞ。なんだと。ロニ、見せてやれ。イエス、ドクター。現在までの診断経過資料です。さて、あんたには CT 検査が必要だ。問題あるかな、時間コードの。ないわ、たわけ。よし、それじゃあ CT 検査だ。ロニ、申請を頼むぞ。了解しました、検査を申請します。勝手にしろ。おめでとうございます、ドクター。診察 CT 検査を解禁しました。はいはい、どうも、ざっとこんなもんだぜ。さて、 CT 検査の前に聴診検査もしたいんだけど、どうだろう、受けてくれるかな。まだダメですね。じゃあさっさと CT 検査いきますか。疲れた、やっと画像検査かよ。現在 CT 検査の画像を準備済みです。画像の確認をお願いします。休憩はなしと。厳しいね、どうにも。はい、それじゃあね、CT の画像の検査をします。これはね、間違い探しみたいなもんです。
これらの画像は患者の腹部を断層撮影したものです。さて、じゃあ始めますか。ちょっとね、正常な写真と間違ってる写真、あるいは部分の写真ね、交互に出していきますね。こっちがね、サンプル正常、こっちが今検査したところ。1枚目は特に問題ないな。2枚目、おお、問題あるね。この色の濃度の違いは腹水が貯留している証拠だ。なるほどな、腹が張るのはこういう理由か。ロニー、記録だ。腹に水たまりって書いとけ。どうです、ドクター。症状、腹水貯留を取得します。2枚目だけっぽいですね。特におかしなところはなしと。2枚目の写真だけ。一番近いのはこの腹血性肝不全かな。とりあえず慢性膵炎はどうだ。じじい、体の調子はどうだ。調子がね、できれば一番いいんですけどね。さ
っさと CT とやらの結果を見せろ。何もなかったら承知せんからな。ったく可愛くねえな。何もない方がいいじゃねえかよ。よー、ジジイ。さっちゃく。安心できねえかな。大きすぎるな。これは普通じゃねえぞ。ロニー、記録しろ。これも症状の一つだ。イエス、ドクター。症状、肝臓の腫れを取得しました。あとは大丈夫かな。よし、材料は揃ったな。ロニー、実質で診断を進めるぞ。イエス、ドクター。すでに準備が完了しています。よし、ロニー、診断を確定させるぞ。イエス、ドクター。ご分を祈ります。これもあれでしょ。確実に。この鬱血性感染、よし、うん、なるほどな。これは鬱血性肝不全だ。だがこの病気は心不全を伴う原疾患と併発する場合が多い。心不全。診断の結果を鬱血性肝不全として診断を継続しますか。うん、そうだな。まだ何の解決にもなっちゃいない。診断を継続するぞ。ロニー、手続きを頼む。イエス、ドクター。原疾患の調査をお願いします。鬱血性肝不全。
原疾患に心不全の疑いありか。イエス、ドクター。放置すれば重篤な症状を引き起こす恐れがあります。ああ、分かってるさ。じじいには悪いが、ここで返すわけにはいかねえな。イエス、ドクター。診断の継続申請は医局で受理されました。よし、行くぞ。このね、患者のおじいちゃん、本当に昔ね、僕が、よく遊んだおじいちゃんにそっくりですよ。さて、わかったか。今話した通りだ。これまで見つかった症状からあんたは鬱血性肝不全だとわかる。病名がわかったのならさっさと退院許可を出せ。ところがそうはいかないんだ。なぜ鬱血性肝不全になったのか、それを調べる必要がある。なんだと、その正気か。俺が正気も正気さ。鬱血性肝不全は心不全を原疾患とする病気だ。心不全だと、まさか。おや、やっぱり心当たりがあるみたいだな。あるものか。そんなものは断じてないぞ。ああ、じいさん、一つ言っておくぜ。俺は医者だ。嫌味なじじいでも患者の命は救わなきゃならない。何もかも全て話してもらうからな。そう、勝手にしろ。心不全だと、バカバカしい。確かにわしは2年前に、いや、あんなものは関係ない。なるほど、2年前ね。一体それは何だ。もう終わった話だ。貴様には関係ないわ。参ったな。この後に及んでまだ確信をとか。まったく、ヤブ医者と話しておると息が詰まるわ。息が詰まるね。クソじじめ、そりゃ俺のせいだけじゃねえだろうに。ロリン、症状の記録だ。じいさんが息切れって書いとけ。イエス、ドクター。症状、呼吸困難を取得しました。貴様のせいで本当に病気にでもなったら訴えてくれるからな。似た、この国がわしを必要としているのだ。これしきの胸の痛みなど、この国の行く末を思えばどうということもない。なるほどね、胸が痛むか。危うく見逃すところだったぜ。ロニー、記録しておけ。まったくひねくれたジジイだ。イエス、ドクター。症状、胸痛を取得しました。貴様ごとき若造に邪魔だとされてたまるか。胸痛に呼吸困難か。あんたもつくづくひねくれてるな。だが、これで心不全の疑いは一層強くなったぜ。どうだ、そろそろ診察に協力してみねえか。いいだろう、貴様に協力してやるわ。ただし、何もなかった時は貴様ただでは済まさんぞ。なんで俺が脅されるんだか。まあいいさ、好きにしろよ。さて、そんなことより診察を進めるぞ。まだ何か隠してそうだしな。異常があるね、やっぱ。
呼吸音に妙な音が混じっているな。これは断続性ラ音だ。ロニー、記録だ。症状発見したぞ。イエス、ドクター。症状、断続性ラ音を取得しました。1音と2音に加えて過剰心音の3音、4音も聞こえているな。ロニー、頼むぞ。症状を記録してくれ。イエス、ドクター。症状、3音、4音を取得しました。数値ちょっとチェックしていきます。早速おかしい血圧。なるほど、血圧が異常に低い値を示しているな。ロニー、記録してくれ。血圧に問題ありだ。イエス、ドクター。症状、血圧低値を取得しました。症状だ。こいつを記録しておけ。イエス、ドクター。症状、 BNP 高値を取得しました。結構大変な病気っぽいね。よし、心電図だ。心臓の動きを確認するぞ。イエス、ドクター。準備を開始します。患者から測定した心電図から異常な波形を見つけ出せ。軟着の上下で患者の心電図と正常例を見比べ、異常箇所をポイントして A を押せ。
僕は違うといけないの？調子が狂うぜ。なるほど、見下れてなかった、ごめんなさい。でも見下れてもこれじゃ分かんないよ。T 波が陰性を示している。妙だな、明らかにおかしい。ロニー、記録を頼むぞ。イエス、ドクター。症状、陰性 T 波を取得しました。正常な心臓の動きじゃないな。ロニー、症状だ。記録を頼むぞ。イエス、ドクター。症状、異常9波を取得しました。症状を見る限り心筋に異常があるようだな。やはり X 線で確認するか。ロニー、検査の申請を頼む。イエス、ドクター。申請を開始します。申請完了。診察 X 線検査を解禁しました。よし、ちょっとね、じゃあ今回は、この辺で。今ね、X 線検査の申請をしたのですが、ちょっとね、時間がそろそろあれかなと思うので、一旦ね、一旦ちょっとここでセーブします。まさか3回、じゃあこのおじいちゃんの診察はね、次回に持ち越します。はい、じゃあ今回はね、誠がまたやらせて、まあ、いつもなんですが誠がやらせていただきました。それじゃあまた次回、おじいちゃんの診察3回目、そこでお会いしましょう。では皆さんも、体は大事にしてください。では今回も、長い間、ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼いたします。どうもありがとうございました。